ただきます。今回は食物繊維たっぷりで疲労回復や美容維持にも効果的な美味しすぎるオクラを作ります。まずオクラの表面を覆う産毛は鮮度の目安です。表面が産毛でびっしり覆われているものを選びましょう。また緑色が鮮やかなものも美味しい目印です。ぜひ美味しいオクラでお料理していきましょう。それではお料理していきます。お水にお塩を小さじ2杯入れていきます。軽く混ぜます。そしてオクラを入れます。よくこすりながら洗います。オクラの板ずりをする代わりに塩水でこすりながら洗います。どちらでもご自身のやりやすい方法で行ってください。実は日本では板ずりが定番ですが、中国では塩水で洗うのが一般的にもよく知られています。目的は同じで、オクラの表面の産毛を取り除き、口当たりを滑らかにすることです。他にもネットなどで洗う方法もあるので、また今後のオクラのレシピの際にご紹介します。お水でよく洗い流します。フライパンに火をつけてお水を入れていきます。沸騰するまで待ちます。水から茹でるのではなく、沸騰してからオクラを入れることで短い時間で茹で上げることができ、柔らかくなりすぎたり色が悪くなるのを防ぐことができます。お塩を小さじ1杯入れます。オリーブオイルを小さじ2分の1程度入れます。そしてオクラを入れていきます。1分程度茹でていきます。茹でる時にオイルを入れるとお湯が高温になりやすく、野菜が鮮やかに茹で上がりやすくなります。オクラだけでなく他の野菜も色をきれいに茹でたい時に使える裏技です。茹で上がったら火を止めて冷水で冷やします。茹でた後冷水で冷やすことでオクラの鮮やかな色を保つことができます。またオクラのようなアクの強い野菜は水にさらした方が独特のえぐみを取り除くことができます。ただし長時間水にさらしすぎると美味しさや水溶性ビタミンが失われてしまうので、冷えたらすぐに水から引き上げましょう。オクラのヘタを切ります。2分の1から3分の1の大きさに切ります。大きめのオクラは3分の1に、小さめのオクラは2分の1にカットして、食べやすく、そして食感も感じやすい大きさにします。オクラに含まれているペクチンは成長作用を促し、便秘や下痢を予防して大腸がんのリスクを減らす効果があるとされています。またコレステロールを排出する作用もあるため、生活習慣病の予防にも効果的です。そしてオクラには抗発がん作用や免疫不活作用があるとされる β カロテンがレタスの3倍以上も含まれています。体のために積極的に取り入れたい野菜です。ごま油をひきます。すりおろしにんにくを1センチ程度入れます。にんにくに火を通して香りを引き出します。オクラを入れて炒めていきます。時短のためすりおろしにんにくを使用していますが、余裕があるときはにんにくを刻んでお料理していくとさらに香りが増します。そして調味料を加えていきます。オイスターソースを大さじ1杯入れます。鶏ガラスープの顆粒を小さじ2分の1加えます。料理酒を大さじ1杯加えます。そしてメープルシロップを小さじ2杯加えます。そしてよく混ぜながら炒めていきます。オイスターソースがなく代用したいときは、お醤油、メープルシロップ、中華スープや鶏ガラスープの顆粒で代用ができます。ぜひお試しください。
全体に調味料が絡んだら完成です。大人はブラックペッパーや、お子さんには粉チーズのトッピングがおすすめです。メニューのリクエストもお待ちしております。チャンネル登録もぜひお願いします。